では、僕の方から、発表を始めさせていただきます。はい。マッチングアプリで採用している Swift UI アーキテクチャというテーマで、お話しさせていただきます。はい。まず軽く自己紹介からです。私、中川正隆と申します。本職が、株式会社ダイバースという会社で、iOS エンジニアをしています。で普段は、マッチングアプリの開発をしています。書いてる言語は、Swift と、TypeScript になります。で趣味は、バイクとカメラと、最近、ポケカを始めました。はい。はい。では、今日のアジェンダなんですけども、アーキテクチャーズの説明と、各ドメインの役割の説明、で、最後にまとめという流れで話をさせていただきます。一応今回のアーキテクチャに沿った形で、サンプルプロジェクトを用意していますので、右下のリンクからダウンロードして実際に、見ていただけたら嬉しいです。はい。ではまずアーキテクチャーズから説明させていただきます。まず、登場人物が、ビューとインタラクターとレポジトリ、そして、ステート。この4つが、このアーキテクチャの登場人物になります。で、ビューは、ステートをバインディングしていて、ビューからインタラクターにアクションを送ります。で、インタラクターは、レポジトリとやり取りをして、レポジトリが、データを、通信して取ってきて、その結果をインタラクターに返します。で、インタラクターは、その結果をもとに、ステートを更新しに行きます。で、ステートが更新されると、ビューはステートをバインディングしているので、ビュー側に、取得した値が反映されるという流れになります。はい。続いて、各ドメインの役割を説明します。まず、ステートからです。ステートは、ビューの状態を管理します。ビューに表示されるデータを持っていて、シートとかアラートの表示、非表示の切り替えの、管理も行います。実際のコードを見て説明すると、ステートというクラス、ストラクトがあって、実際にこのビューで表示されるデータソースを持っています。でその下に、画面遷移の状態、シートとかを表示する際に使う、状態もステートが持っているという感じになります。はい。続いて、ビューの説明です。ビューはデータの表示と、ユーザーのアクションをインタラクターに通知する部分を担当します。エンバイロメントオブジェクトでインタラクターを持ちます。表示するデータは、インタラクターが持つステートを参照します。リストとか41の中で、コビューを表示しているところに対しては、必要なデータは、そのコビューのイニット時に値をインジェクトする形になってます。で、ボタンと、オンタップジェスチャーとかのアクションで、インタラクターのメソッドを呼び出すというような形になります。はい。まず上からですね、このエンバイロメントオブジェクトで、インタラクターを持っています。で次に、この foreach の中で実際に、表示するデータを、インタラクターが持つ、データソース。を、ここでバインディングしています。で、このビューのオンアピアで、インタラクターから、フェッチメソッドを叩くことでデータの、取得ができるようになっています。で、この取得のタイミングは、今、このスライドだとオンアピアに書いてるんですけど、例えば、まあ、ビューのイニットとか、でも大丈夫ですね。オンアピアに書いた場合、まあ、タブの切り替えとかで、このオンアピアは何回も呼ばれる可能性があるので、複数回呼ばれたくないみたいな状況の時には、イニットとかで呼ぶのが良いかなと思います。はい。続いて、中で使っているセルの方の説明です。中で使っているセルは、まずこのオンタップジェスチャーで、プロフィール画面を出すというような処理を、しています。で、その下のシートでは、先ほどのステートが持っていた、画面遷移の、状態、ステートが持っているプレゼンテーションというプロパティをバインディングしていて、
このステートが切り替わったタイミングで、新たに画面が表示されるというような流れになります。はい。で、大元のビューをイニットするタイミングで、エンバイロメントオブジェクトを使って、インタラクターとステート、レポジトリをイニットして、DI するという流れになります。で、先ほど話した、中で、for each の中で使っているセルに対しては、エンバイロメントオブジェクトでインタラクターを渡してないんですけど、これはまあ Swift UI が、自動で、コビューに対して、エンバイロメントオブジェクトを引き継ぐようなものになっているので、ここでインタラクターを渡すということはしなくても大丈夫です。一応注意点なんですけど、シートとかで、ビューを出したとして、そのビューが、元々持っているインタラクターを引き継ぎたいとかっていう場合に、その場合はエンバイロメントオブジェクトが引き継がれないので、そのタイミングで、再度、エンバイロメントオブジェクトを使ってインタラクターを渡す必要があります。はい、続いてインタラクターの説明です。インタラクターは、ビジネスロジックを担当します。で、ビューの表示で使用するステートの値を管理しています。パブリッシュドでステートを用います。で、レポジトリのメソッドの呼び出しをします。で、ユーザーの操作に応じてステートの値を操作する。はい。上からですね、まず、アットパブリッシュドでステートを持っています。で、次にこのインタラクターが、レポジトリの、プロトコルを持っています。で、このフェッチのメソッドの中で、レポジトリが持っているフェッチのメソッドを呼んで、ここを、コンバインを使っているので、レスポンスを、シンクして、データの取得を監視しています。で、シンクで呼ばれた際に、ステート、このインタラクターが持っているステートを、更新するみたいなイメージになります。で、インジケーターの停止とか、エラー時の切り替えとかも、コンバインを使うと、このコンプリッションで、分岐ができるので、ここでやると良さそうです。で、次にこのプロフィールビューとか、新たなビューを出すっていう処理も、インタラクターが持っています。はい、続いてレポジトリの説明です。レポジトリはデータの取得と更新、削除を担当します。で、API とかを叩いて返ってきた結果をインタラクターに渡します。で、レポジトリはプレビューとかテスト用にモックデータを差し込みたいので、プロトコルで、プロトコルを用意するといいと思います。で、コールバックや、コンバインを使ってインタラクターに結果を渡します。はい。レポジトリは、プロトコルで実装しています。これをすることによって、プレビューに必要なデータとか、テスト用のモックを差し込めるようになるので、レポジトリはプロトコルで実装するのがいいと思います。で、下の、フェッチのメソッドのレスポンスでは、any publisher を返していて、ここは、コンバインを使わない場合は、コールバックでも大丈夫です。続いて、レポジトリのこのテストの部分ですね。プロトコルを用意しているので、Mock 用のレポジトリを実装したときに、このように、Mock 用のデータを返せるようになります。なので、Swift UI のプレビューとかで、実際にこの Firestore から取ってくるデータを表示するのは難しいので、Mock 用のデータを、Mock 用のレポジトリを、指定することで、プレビューにもデータが出るようになります。はい、まとめです。一応このアーキテクチャに限った話じゃないんですが、コードの見通しが良くなるので、チーム間でのこのレビューのしやすさが、向上すると思います。で、下もちょっと似てるんですけど、アーキテクチャが、あると、チーム内で、どこに何を実装してるかとか、相談がすごいしやすくなります。
で、3つ目。実装が、ある程度ルーティン化される。この、アーキテクチャに沿って実装していくと、ある程度やることが決まっているので、次何やるんだっけみたいな、こう、なんですかね。ビジネスロジックはちょっと自分で考える必要があるんですけど、ある程度やることが限られてくるので、とても実装しやすくなります。で、最後に、保守性の向上。これは、ドメインを分けていることによって、それぞれのドメインでどこ、何の役割をしているのかが、はっきりとするので、メンテナンスとか、保守性の向上につながります。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。質問来てますので、出します。こちらですね。RX と比較して、コンバインはどう違いますか？そうですね。もの自体は多分同じものだと思うんですけど、個人的には、RX よりもコンバインの方が、なんですかね、公式が出してるというのもあって、すごい学習コスト的な意味でも扱いやすいのかなという気がします。URL セッションとかも、直接そのパブリッシャーを返すようにな、できるので、そんなになんか、難しくないっていうところですかね。